皆様こんにちは、カンタでございます。我がジュラシックパークエクスティンクションバージョンは現在こんな感じとなっております。ベロナによる絶対防衛は今も健在。今エクス倒したね。全く害のない生物であろうと一切の容赦なく近づくものを許さないという超重要機密を扱っているような研究所並みのこの防御システム、いささかただのジュラシックパークにはもう過剰とも言える防衛能力ではあるが、お客様の安全を守るためであればそれも致し方なしといったところか。なんならエクスティンクション版のジュラシックパークはそれさえも見どころの一つといったところでご容赦。そんなこんなでね、園の中のこの子たちはほとんどが女の子です。今ね、ところどころに男の子が配置されて、卵が埋める状態になっているというようなぐらいかな。ハーレム状態だよね、本当に。本当ベロナなんかね、スーパーハーレムだよね。よりどりみどり、よりどりみどりっていうか、みんなと交配してもらってるから、なんというか、平等といえば平等な愛を与えてもらっているところである。何言ってんだろうね。今回はボス戦の準備の方を突き進めていきたいと思います。ひとまずは決まってるんですけどね、やることは。ボス戦といえばね、定番中の定番が一匹いるんですよ。その名もユーティラヌス。バフの暴力というかね、味方一定範囲に攻撃力アップとかをね、加えられるんですよ。いや、こいつはね、やっぱね、必須と言っても過言ではないから、欲しいなぁと思って、巡り巡っているんですけど、いい感じのレベルの子が見つかりません。しょうがないんだけどね、ここはもう粘り強く探すしかない。いなかったらもう周辺生物を絶滅させる勢いで狩り倒して、新しいのが湧いてくるまで待つしかない。ティラノサウルス。エクスティンクションは総じてちょっとレベルが低めなのかな。なんかそういうお話をよく聞きます。左上の方にあるアベレーションゾーン。あの辺だけ、なんかやたら高レベルが出るイメージあるね、みたいな話も出てるんですけどね。実際僕もね、ガチャの高レベルめっちゃ見かけたからね、あそこで。あそこだけ、高レベル帯が湧くとか、そんな設定があるのかな。わかんないけどね、そういう内部システムみたいなのは。なんか公表されてるのかな、ちょっとわかんないんですよね、その辺は。知ってる人いたらね、教えてもらえるとありがたいです。高レベルを見つけたければラグナロクに行けというのはもうね、もう常識のようなものですが、また遠征するかな。その前にアベレーション行きたいんだけどね。ちなみにですけど、エクスティンクションのユーティラヌスは、だいたいこの雪山のバリアの周辺ら辺にね、よく見かけます。あと、このさ、右下の荒野ら辺、スコーチドアースみたいなゾーン、あの辺にもいるかな。そっち行ってみようかな。いましたわ。あいつね、レベル130。いや、もうやるしかないでしょう。十分です、130もあれば。もう罠にも何もはめてないけど、もうやってやろう。ユーティランス結構タフネスだけど、もううちのこのね、ライフルの攻撃力の高さを信じて、ただひたすらに当ててやろう。えい。でも他のやつと戦ってるときはちょっとダメだね。殴られちゃうから。そこだけ注意しようかな。モレが来た。強行状態だね、あれは。怯えている。ユーティラヌスに。恐れおののいている。めっちゃアンキロの死体食ってるけどさ。全然あれなくならない。ああ、なくなったか。あっしゃ、生きてたのか、あいつまだ。めっちゃスタミナ高いじゃん。あ、なにこれ。
テクスチャバグを発見してしまった。おら、これねえだろう、これねえだろう。久しぶりだな、罠にはめずにやるの。あ、動いた、よかった。焦るわ、久しぶりに止まったわ今。よし、追いかけるぞ、ヒゲも。じゃあここです。えい、逃げた。こいつの機動力が素晴らしすぎるんだよね。この辺、オッケー、この辺り。あー外れたな、もうちょいこっちだな。やべえ、ベロナがいる、ベロナやめてほしい。よし、当たった。お、寝た、完璧ですね。ただただベロナはやめてほしい、近づけない。この距離からやっとくしかないな。まあ倒せるでしょう。紛れ込んできた。よしよし、倒した。いた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 、なんだなん、どこ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 にいた、どこ、ま、倒せてなかったのかな。え、どこにいた。あ、いた、そこか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 。当たんねえんだけど。当たった、痛い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 。あー痛かった。よし、さてと、ユーティラヌスをテームするのに一番いいのは、まあもちろんキブルなんだけど、キブルね、一番いい特級キブルじゃないとね、あれダメなんですよね。でそのキブルを作るためには、僕ちょっとね、いろいろとね、足りてないものが多々ありまして、そんなたくさん作れないということで、ワリーが羊、君の肉を使わせてもらう、君の肉を使わさせてもらう、ごめんな、ありがとう、美味しく使わさせてもらうから。297だから、もう持てる限り、持てる限り取ったね、これ素材剥ぎ取ったね。持てるだけ持って、とりあえずこれ腐らせちゃダメだから、とりあえず冷蔵庫にね突っ込んでいこう。これそういや、このトゲトゲ設置しておきました、一応ね、安全策としてね。でも多分テームできるんじゃないかな。これ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 、バレンタインのやつ、これ今 45.8% でしょ。でこれ使います。あー、ハート出てましたね。これで、はい、プラス 50% で残り 4.2% となりました。素晴らしい。いやー、特級キブルとか全然作る必要ない、ほんと完璧。まあもうちょい経ったらテーム完了することでしょう。羊肉間違いない、こんなにもいらんな。よし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 、あ、完了してる。ちょっとスマホいじってましたわ。よしよしよし、いい感じじゃないですか。この子のステータスどれぐらいがいいのかよくわかんないけど、よし、勇気を自動的にオフっていう表示がされてる。いやこれバフのやつだと思うんだけど、すごい書き方されてるな、日本語、日本語って感じになってる。よし、とりあえずお家帰ろう。せーの、はい、ちょっとしたオーケストラの指揮者感覚ですよね。でこのバフがかかった状態だと、これ右上に表示されてるんですが、攻撃力 25% 増の、ダメージが減少とね。いやー強い、非常に強いぞ。これを
ボス戦中にね常時かけておけば、まあ、かなりの戦力増加につながる、まあ、そこがこのユーティラヌスの強みなんですよね。だからね、だいたいね、人数が少ない状態でボスに挑むときなんかは、指揮者がね、まさしくオーケストラの指揮者のごとくこのユーティラヌスに乗ってバフをかけ続けて戦うっていうのが定番中の定番といったところでしょうか。まあ、いずれベロナを20体引き連れて遠距離攻撃だけで戦ってみるみたいなのもやってみたいんですけどね。うん。まあ、そんな感じで今回のところはおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。バイバイ。